プリアピト寺院群の構成プリアピトは、カンボジアのアンコール遺跡における5つの寺院からなる、寺院遺跡群である。寺院群は、アンコールトムにあるバイオンの北、テップ・プラナムの前方に位置する。その寺院群は近接するが、それらは2つを除いて、同時代に建造されたものではなく、12世紀前半 -13 世紀頃、スーリア・バルマン2世からジャヤ・バルマン8世の時代に、 かけて構築された寺院群とされる。しかし、年代の特定には至っておらず、その順列は明らかではない。それらの寺院は T、U、X、V、Y のアルファベットで分類されている。X は仏教寺院であり、それは未完成のままで、おそらく最も後期のものである。その他はヒンドゥー教寺院である。5つの寺院は状態が悪く、 上層部は崩壊しているが、それらの彫刻は興味深いものであり、またその場所は静寂に包まれ、樹木が茂ってほとんど人はいない。大抵は枯れている堀が寺院軍の一部を取り囲んでいる。それらはまず1908年に寺院コマイルにより、その後1918年から1920年にアンリマーシャルによって整備された。寺院 T と少年像これらのはまず間違いなく、 同時に建造されたもので、同じ東西軸上にあり、単一の堀によって囲まれている。それらは西を向いており、入り口には、長の欄干と二つの木壇に十字型のテラスがある。寺院、t は、東西45メートル、南北40メートルの砂岩の周壁を持ち、東西の主軸上に二つの塔門がある。聖書は、高さ約6メートルの装飾された山層の基壇上に、あり、 その台座の上にある大きなリンガを保護した指導を持つ。地上にある西側の扉の真草の断片には、地地海各藩を様式化した描写が見られ、壁はデバターや花の模様がバイオン様式で装飾されている。寺院、U は T に似るが、より小さくて簡素である。その周壁は東西35メートル、南北28メートル。東門はない。 二層の基壇上にシドがあり、西の扉のマグサは、ビシュヌとブラフマーの間に、カーラの頭で踊るシバのいる、三上一体を示している。内壁には、ドバラパーラが掘られており、柱の基部のモーアーチは、アンコールワットの時代に、特有なものである。北側のマグサには、父海各班のもう一つの描写がある。G に X 性室内にある二列の仏陀像寺院。X は、寺院。 U の約100メートル東にあり、一辺40メートル、高さ4メートルの大きな基壇上に立つ。堀が枯れている場合はまっすぐに到達可能である。その様式は前述の寺院と同様であるが、より大きくつその装飾は不完全である。X は仏教寺院であり、性質の壁には彫刻された二列の仏画像がある。さらにマグサは仏教のモチーフを示している。 しかしながら、最も関心を低い行である有名な釈迦の断髪を描くものはそこにはない。東に向かうラテライトのテラスは、結界石によって囲まれ、聖域の境界を定めている。寺院部位残存する堀の外側、寺院、U の北に寺院、部位はある。それは東に向いており、二重の前提より始まり、周壁はない。西には渡り、山道があり、それは、 長さ40メートルの十字型テラスに終わって、王宮広場の北東の角に通じている。その性質は、二層の彫刻された、基壇状に立ち、寺院群のうち最も大きく3.8メートル四方で、大きな1.5メートルの輪画を祀っている。そのアンコールワット様式の外部の装飾は、未完成である。寺院 Y 南側の反フロントン寺院 Y は、儀壇や階段を持たず、V の北側の 土でできた台地の上に立っている。それはアンコールワットの時代からバイオンの時代の間のものである。東に向かって入り口としての長い廃殿があり、前提によって高さ0.95メートルのリンガを祀った 3.5×3.0 メートルの性質に繋がっている。より大きな部屋はほとんど崩壊しているが、その西側には2つの注目すべき班、フロントンがあり、北に クリシュナによるアスラのバーナの敗北が、南には大きく散歩を踏み出すバーマナが描写されている。ありがとうございます。